はい、皆さんこんにちは。今日はですね、パソコンのお話をしようと思います。っていうのも9年前にですね、ゲーミングパソコンを買ってこれまで使ってきたわけなんですけど、ここ最近ですね、編集でゴリゴリ使うようになって、やっぱりね、9年前に作ったパソコンの構成じゃちょっと厳しくなってきてですね、作り替えようと思って購入するに至りました。ということでですね、今回はその購入したパソコンの紹介をしようと思います。それでは早速ですね、紹介の方していこうと思います。今回ですね、僕が購入したパソコンの CPU はこちらになります。インテルの Core i7-9700K の 3.6GHz になります。こちらはですね、後ろに K がつくタイプでオーバークロックができるものなんですけど、周波数をですね、いじりながら遊ぶことができる CPU になります。もうオーバークロックといえばですね、もうなんか頭のいい人たちの遊びみたいなイメージがあるんですけど、動画編集する場合ですね、まあ、知識のある人に若干周波数を上げてもらうことで処理能力がですね上がりますので、まあ K モデルね、上級者向けだけど買うのもありかなと思います。で、今回僕はですね、ショップの方に制作してもらって周波数をちょっと上げてもらってます。以前使ってたパソコンも Core i7 だったんですけど、第2世代の 2600K というものでしたので、それから第9世代へと、まあ、大幅にですね、アップグレードした形となります。次に紹介するのはこちらになります。ででん、メモリーです。今回はですね、 16GB の4枚差しという構成で 64GB になります。これまで使ってたパソコンのメモリがですね 8GB でしたので、大幅にアップグレードしてみました。っていうのもですね、今現在僕は動画編集に特化したパソコンを作ろうということで、メモリにですねお金をかける形となりました。まあ実際そこにお金をかけてどう変わったかというと、まあ処理がですね、やっぱりメモリが多くなることで、まあ、メモリってよく作業台みたいな感じで例えられるんですけど、作業台が広くなることで作業のですね、効率が上がったように思います。動画編集中のですね、処理も結構軽くなって、体感できるぐらいスムーズに編集ができるようになりました。メモリにね、お金かけるのは結構ありだと思います。次に紹介するパーツはこちらになります。ででん、グラフィックボードです。今回ですね、僕のパソコンに入れたのはこいつなんですけど、 MSI のNVIDIA のですね、 GTX1660 スーパーというものになるんですけど、これはですね、去年の10月の終わり頃だったかな、発売したもので、無印のですね、 GTX1660 と 1660Ti っていうのがあるんですけど、 Ti の方がですね、スペックは上です。で、その間に入るような感じのグラフィックボードになります。でですね、グラフィック内の GDDR がですね、5から6になったことで、より1660Ti よりの性能に近いもので、グラフィックメモリが 6GB ありますので、以前ね、僕が使ってたパソコンは GTX970 というものだったんですけど、それがですね 4GB っていう謳い文句で、まあ、僕購入したんですけど、結構ね、インターネットで当時いろいろあったんですよ。なんか 3.5GB 問題とかって言って、 4GB って謳われてたのに実際の性能は 3.5GB みたいな、まあ、詳しいことはちょっとわかんないんですけど、まあでもね、そのパーツから比べると 6GB ということで、結構ね、アップグレードした形になります。で、今現在僕は編集でしか使わないんですけど、仮にね、ゲームなんかしようとしてもサクサク動いてくれると思います。はい、で、このですね、グラフィックボードなんですけど、後ろのね、映像の差し込み口がですね、 HDMI が1個とディスプレイポートが3つついてるんですよ。パソコン業界のね、流れとして HDMI がですね、あんまりなんか使われないらしくて、なんでかっていうとですね、 HDMI を、こういう機械に乗っけるためにはなんか使用料みたいな、まあ簡単に言うとですね、を払わないといけないらしくて、それが結構高額らしくてですね、そういうのがあって、最近はディスプレイポートになんか移行しつつあるらしいです。
で実際ですね、あのパソコンをこれまで使ってきて HDMI に慣れてきてですね、いきなりディスプレイポートに変わってくると、またそういうコードなんかも買わないといけないんで、まあですね、あの購入する側としてはそこら辺コロコロ変わってもらえるとちょっと不便なところもあるんですけど、今回ですねパソコンを買い替えることによって HDMI が1個と、あとディスプレイポートがまあついてるわけなんですけど、以前僕が使ってたパソコンではですね、 HDMI と DVI 端子を使ってですね、あのデュアルディスプレイで、まあ、運用していたわけなんですけど、それがディスプレイポートに変わってですね、あの DVI 端子が使えなくなったんですよ。 DVI のコードもですね結構高額で、あの簡単に買い替えると言ってももったいないですので、まあ、どうしようかなっていろいろ迷ってたんですけど、僕はですねそれを回避するためにこういうものを買いました。 DVI からですねディスプレイポートに変換するコネクターをですね、あの Amazon で購入してみました。でこれはモニター側からパソコンに入力する際の変換アダプターになるんですけど、その逆はできないみたいですね。で今のところですねこれを使ってて、映像になんか乱れがあるとかそういうのはないですので、まあ、いい買い物だったんじゃないかなと思います。まあ、ディスプレイポートもですねそんな高いもんじゃないので、まあ、買い替えればいいと思うんですけど、そうなるとですね DVI のケーブルがちょっともったいないので、今回は僕はこのような形でですね対応しました。はい、お次に紹介するのはこちらになります。ででーん、 SSD です。こちらの SSD はですね M.2 といって新しい規格のものになるんですけど、そもそもですね9年前の僕の知識から言うと、まあ、SSD はですねハードディスクからすると、まあ、早いっていうのは分かってたんですけど、今回ですね選んでもらったこの SSD なんですけど、お店の方のおすすめで、まあ、絶対これがいいよということで、まあ、これにしたわけなんですけど、普通のねあの SSD と何が違うかというと、まず M.2 といってなんかメモリーみたいな感じでですね、あの裸の、 あの基板みたいなそんな感じの SSD でマザーボードに直接挿すタイプになります。この M.2 の SSD の中でもですね2つのタイプがあって、シリアル ATA のタイプと NVMe のタイプがあってですね、これも結構両方差があって、どっちが早いかというと NVMe の方がですね断然早いみたいです。この SSD は以前から比べるとさらに新しい規格がですね出たみたいで、まあ、Gen4 というものがあるんですよ。でその Gen4 というのは何かというと PCI Express の新しい規格で、PCI Express 3 に対してですねより高速なあの通信ができるみたいです。でシリアル ATA の SSD だと、まあ、理論上ですね毎秒 600MB なんですけど、 NVMe の Gen4 の SSD だとですね毎秒なんと5ギガの読み込みができるみたいです。もうなんかレベルが違いますよね。まあ、ただデメリットとして値段が若干高いというのがあるんですけど、それでもですねこいつにあの OS とかソフトウェアを入れることで高速であのパソコンを立ち上げたり、ソフトをですね高速であの立ち上げたり、まあ、使用したりできますので、まあ、値段ぐらいのですね恩恵は全然受けれるんじゃないかなと思います。で今後ですねパソコンを作ろうって考えている方は、これはめちゃめちゃおすすめできる SSD だと思います。で今回こいつはですね 1TB のものを購入しました。で2つ目のデメリットとして、 SSD はですねあのハードディスクに比べて、まあ、短命だと言われています。その理由がですね総書き込み回数が決まっていて、あの容量に対してですねあの何百回みたいな感じでだいたい決まっているらしいんですよ。それで SSD を購入する際はより容量の大きなものを買うことをおすすめします。で今回僕が購入したこの SSD は 1TB なんですけど、こいつの寿命はですね総書き込み容量がですね約 600TB らしいです。まあ 600TB というと、まあ、そうそう使い切ることはないと思うんですけど、こいつをですねメインの SSD に設定することで総書き込み回数をですね減らすことができるんじゃないかなと思います。まあ、インストールとかね、あのインストールをしてアプリのアンインストールとかめっちゃ繰り返す人だったら 600TB 行くかも分かんないんですけど、まあ、そんな人多分いないと思うんですよ。ですのでこいつはですね値段の割にはあのコスパのいいものじゃないかなって僕は思っていて、まあ、めちゃくちゃおすすめできますので、
もしですね、パソコンをこれから作ろうって考えている方は候補に入れてみてください。はい、お次に紹介するのはこちらです。ででん、シーゲートのハードディスクになります。で、このハードディスクは 6TB で、あの大容量のものを選びました。動画編集をするということで、まあ、カメラのデータとかですね、編集をした後のデータとか、まあ、データがいっぱい必要になってきますので、そこら辺をカバーするために 6TB というものを選んで、その他にですね、前のパソコンから2TB のものと外付けハードディスク 3TB と、合計 11TB で、まあ、運用していこうかなと考えています。お次に紹介するのはこちらになります。ででーん、マザーボードです。 ASUS のマザーボードなんですけど、これはですね、まあ、お店の方が、まあ、これがいいよということで選びました。これはですね、ミリタリー系な感じで、なんかね、見た目もちょっとかっこいいです。なんかマザーボードって ただ基板のパーってこういろんなパーツが並んでいるような感じなんですけど、ゲーミング用のマザーボードはですね、表面にカモフラージュみたいな模様が入ってたり、結構かっこいいものが多いです。で、お次に紹介するのはこちらになります。ででーん、クーラーマスターの電源ですね。で、この電源はですね、大容量の CPU にも対応できるみたいで、これがいいよということで、まあ、選んでいただいたんですけど、インテルコア i9 だと電源のピンが8ピン8ピンで、なんか結構特殊らしくて、で、これはですね、8ピン8ピンに対応している電源みたいで、最悪ですね、今回僕が購入したパソコンで、まあ、Core i9 の 9700K が載ってるんですけど、これではちょっと容量不足となって、Core i9 に載せ替えようと思ったら、この電源はですね、まだ使い回すことができます。この電源はですね、パソコンに対して結構重要なパーツで、車に例えると燃料みたいな役割らしいですね。まあ、いい電気を安定した形でパソコンのパーツたちに流してあげるみたいな感じで、やっぱり電源が良くないとですね、パソコンの故障率も上がるらしくて、まあ、電源はですね、慎重に選ぶことをお勧めします。はい、それではですね、これが僕が購入したパソコンなんですけど、電源の方を入れてみようと思います。いいですか？それでは電源スイッチオン。で、実はこれもう3回目ぐらいで、まさかの更新が来てですね、めっちゃ遅くなったりして、うまくいくでしょうか。実質40秒ぐらいで大体立ち上がるもんね。もうこんな早かったね。これでもう安定したかな。あ、今だね。こいつがいつも立ち上がるから。はい、パソコンのね、起動の方ちょっと見てもらったんですけど、どうだったでしょうか。 SSD の M.2 に OS を入れてる関係で、起動がですね、やっぱりめちゃくちゃ早いです。ハードディスクと比べてもですね、もう爆速ですね。うちのこの、今回作ったパソコンの 6TB のハードディスクと M.2 の SSD と通信速度をちょっと測ってみました。読み込みがですね、6TB のハードディスクに対して SSD が約18倍という結果になりました。で、書き込みがハードディスクに対して SSD が約27倍ですね。もうね、レベルが違います。まあ、皆さんもですね、今後パソコンを購入を考えている方は、まあ、ぜひともこのね、OS を入れる SSD はこの M.2 の NVMe のものをおすすめします。めちゃくちゃ早いです。まあ、発熱問題とかね、価格が高いとか、まあ、総書き込み回数とか、まあ、いろいろね、デメリットあると思うんですけど、まあ、普通のハードディスクと比べてですね、寿命は確かに短いのかもしれないですけど、そこら辺はね、メインの、OS を入れたりする C ドライブみたいな感じで使っていただけるとですね、節約をしながら長寿命で使うことができると思いますので、パーツを選ぶ際にはこいつもですね、検討してみてください。
はい、それでは今回の動画が良かったらですね、いいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。